何者だ。出番だ。侵入者現せ。何事だ。おい止まれ。ご苦労様。当然の結果だ。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。おとなしく終わりだ。どうってことな。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。ああ、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつか。見た目がいいから許す。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら、ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。ウェッジ。あ、高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。こっちだ。いるぞいるぞ。任せた。あいつに仕掛け。終わらせる。ここで仕掛ける。悪くない。クラウドはこっち。走れ走れ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや神羅の番犬。魔鋼炉は初めてじゃねえんだろ。俺を魔鋼だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。魔鋼炉は建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ。閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。相手を一人。何に終わりだ。
さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。おっと。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時もこのバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。あ？てめえ！ん？星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。
そうそう、その感じ。余裕だね。さすが元ソルジャー。簡単すぎる？クラウドいい。なんとかここまで来れた。見て、あれは通称スイーパー。ヘマしたらお掃除されちゃうかも。その前にスクラップにしてやるぞ。ただの鉄くずだろ。攻撃力、防御力ともに怪我しない。舐めてかかると死ぬ。覚悟は一丁上がり。お前いくつだ？ファーストだ。はあ？ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。おっと失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えておくぜ。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。降りてきたぜ。おじけづいたか。やるか。長年の夢が叶う喜びだ。ここを降りたらいよいよだよ。エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃったね。落ちたら星の中か。すぐに魔航路が吸い上げるさ。笑えねえな。いよいよだぜ。いよいよだぜ。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。身を隠せ。くっ、ああ、
死ねるぞ。急げ、脱出だ。ブレッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。大丈夫か？うかつ、足が挟まって。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。ここ行けばバレットと合流できるはず。出口はこっち。急いで。クラウド何してるの？早く来て。急いで急いで。黙って登れ。その方が楽だ。そっか。ってダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。扉開けんのが優先だ。でもこっちは問題ね。ソルジャー様が一緒だ。元ソルジャー見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐドカンだ。邪魔すんじゃねえ。バレット5秒でやるぞ。急げ、あいつらと合流するぞ。早くここから出ねえとな。
勝てるか。助けてもらおうと思ってわざと転んでみたの。迫真の演技だった。